社通うか。歯医者通うか。歯医者通う企画するか。なあ。俺の若い時マジイケメンだったんだよ。本当に。いやマジで俺マジでイケメンだったよ。わらしべ長者って何？俺実家行けばあるよ写真。実家にある。実家行くか。車なかったわ。いやわかんない、わらしべ長者。すいません、ちょっとお尋ねしたいんですけど。はい。歯のことなんですけど。はい。とりあえずあの歯医者通いたいんですけど。はい。あのインプラントとかできるんですか。はい。あ、そうですね、インプラントの治療もやってますよ。これほとんど歯ないんですけど高いですか。あ、インプラントのチタンのインプラントなんですけれども、はい、1本毎入に20万円プラス税かかってきますね。一本20万。ちょっとあのまだお口の中の説明いただいてないので、はい、何本必要になるかっていうのがちょっと全くわからない状態なので、はい、ちょっとあの何とも言えないんですけれども、一応1本20万円プラス税でやってます。保険効かないの？そうですね、あの自由診療になりますので保険は効かないですね。いい、じゃあ全部直すと全部。あのインプラントにするといくらぐらいかかるんですか。ちょっとそれも何本埋入して、でかぶせ、そのインプラントの上のかぶせ物が何本になるのかっていうのは。いや、フルインプラントにしたらいくらかかるの、清原みたく。それもやはりあの一度来ていただいてお口の中見せていただかないと何とも言えないんです。人間って普通歯何本あんの。っていうのはあのお伝えできないんです。ああ。ちなみにどれ1日1本入れていけるんですか。お金があれば。本当に何本かとかもできるんですけれども、うん、ちょっとどういう風な計画になるのかっていうのはやはり一度来ていただかないと何とも伝えできないんで。まあ、例えば10本入れたら200万ってことか。まあそうですね。プラス税金になりますね。だから200万の 8% だから216万か。そうですね。それプラス、ああ、プリウス買えるな。偽物の金額もかかってくるので。プリウス買えるな、それぐらいなら。それは毎入だけの金額なので、それから上に被せ物もしていくので、その金額もまたかかってくる。あ、そっからまた別にかかるってことだ。インプラントはもうその次第になるものなので、それの上に被せ物をまた被せていくんですね。じゃあ結構するんすか。ちょっとそれも種類によってなんで。じゃあ1本30万ぐらいするってことだ、大体。まあそうですね、インプラントだけでは終われない。あ、じゃあ入れ歯はいくらですか。あ、何ですか。入れ歯だったら。入れ歯もちょっといろいろ種類あるので。結構歯医者さんって儲かるな。どのようなものが必要になってくるかっていうのはやはりあのもう今全く状態がわからないので。マジか。もう、いけないには何とも言えないので、もしご相談だけでも、やるやらない別にして、あの一度ご相談だけでも来ていただけたら、あの計画していけるので、もしあのご希望でしたら一度来ていただかないと。いつ行けばいいですか。何とも言えないので。いつ行けばいいですか。ご予約を取りいたしますか。ああ、取りますわ。インプラントのことも考えてらっしゃるということですよね。はい。まあ、話だけちょっと聞きたいですね。ちょっとインプラントの担
担当の先生がちょっと毎日いるわけではなくて。ああ、なるほど。いつ頃いるですか。今一番早くご予約取れそうなところで、今度9月の20日の金曜日。ああ、大丈夫ですよ。そしたら9月え、相談だけでもお金取られんの。あ、そうですね。え、無料相談ではないので、最初にお口のレントゲンの写真撮らせていただいたり検査したりはしますので。いくらぐらいするんですか。そうですね、初めてなのでだいたい5000円いかないぐらいだとは思うんですけど。ああ、なるほど。ちょっとその検査する内容によってまた金額変わってくるので。ああ、なるほどね。はい、わかりました。じゃあ、はい、相談はいいですわ。あ、よろしいですか。はい。高いよ、相談だけで5000円って。相談はやめとくわ。違うとこ聞いてみる。韓国とか行けば安いんじゃない。ねえ、韓国とか。ねえ、ちょ、韓国に電話する、今から。韓国に電話してみるわ。で、韓国に電話するわ、今から。